蜷川佳代は、戦国時代の武将。蜷川氏は代外足利将軍家に仕え、室町幕府マンドコロ代を務めた。父は、蜷川近史順。姉妹は、斎藤利市の妻で、明智光秀の家老、斎藤利市の母。蜷川近史順の長男として誕生。はじめ室町幕府十二代将軍、足利義晴に仕え、十三代将軍。 足利義輝の下では、万所大を務める。丹波国府内軍、霧の河内を領して、戸黒根次城に寄ったが、永六五年、城司でもある、万所出事の伊勢貞高、貞吉府氏が撃たれると逼迫し、出羽国省内藤島城司と佐谷市前宗と、省内下校について、計画を始める。ただし、伊勢貞地下府氏が撃たれた。 原因の一つとして、定地下が職権を利用して、不法に特性免除を認定していた事実を近代が告発したからであるとする指摘もある。やがて、A68 年に、吉輝が三好三人衆に視察されると、ついに近代は所領を捨て蓄典した。その後では国佐外相の高松立市高松左門を頼って落ち延びるが、では国村山軍金にやはらで、 a 6十2年11月14日に死去、金谷玄の土佐林に葬られた。地下世の墓は土佐団と呼ばれている。天文7年から天文11年までの直筆日記と天文18年から天文21年まで残刊を含む二名川地下都市日記を残した。吉輝死後、四国に逃れた長男の二名川親町は、長祖壁元地下、後に、 徳川家康に仕え、子孫は、旗本として、血脈を残した。資料相欄第9編910冊63ページ、天文8年、足利義春の命で、細川晴元の元へおもむ君よし町との和睦を、仲介した。佐賀江市。御事と教文庫、に長和文書、松村正人、室町幕府、万所かしら人、伊勢佐田高。 その経営基盤と行動原理をめぐって、初集、木下正則編、シリーズ、室町幕府の研究第四巻、足利義照 ISBN978 から4、から8640330392018年、P183 から184、大江氏の流れを組む佐賀江氏の一族。ありがとうございます。